はい、どうもこんにちは、ミディアミスト浩平です。いつも動画をご覧いただいてありがとうございます。今回はですね、以前に紹介してましたユニクロの、スリムフィットのジーンズですね、ストレッチ入りのやつです。でこちらを、ハイター使ってちょっと脱色していくっていう企画をやろうと思ったんですけど、なかなかちょっとタイミングなくて、でこのタイミングでちょっとやっていきたいなと思います。で、使ってるのはこれ今もレギュラーであると思うんですけど、まあ、ストレッチ入ったあのユニクロのスリムフィットの、セルビッチジーンズですね。で、こちらはですね、 RKC とユニクロのデニム、まあ、色落ち企画で使ってたやつになってまして、ある程度も色落ちはしてるんですよね。ただ思ったより結構縮んで細くなったので、なんかちょっとイタリアのブランドみたいな、なんかスキニーのちょっと薄いストレッチデニムみたいな感じに仕上げていきたいなと思って、でちょっとハイターにつけてみようと。で、まあ、早速ちょっと今から湯を張ってですね、漬け込んでいきたいなと思うんですけど、まあ、はっきり言うとちょっと我流でやってみたいなと思って、ぬるま湯ハイターっていう知識ぐらいで、挑戦してみたいと思いますので、早速じゃあ入ってみましょう。はい、ではですね、ちょっと湯にデニムを先にちょっと漬けていきたいなと思います。今だいたいこの湯の温度がですね、35度ですね。まあ、ぬるま湯、ちょいぬるま湯くらいの感じでしょうか。人が入るとなるとね、冷たいというか、まあ、お風呂の温度だとちょっと低すぎますけど、まあ、ジーンズを漬け込んでいくにはちょうどいいぐらいの温度じゃないでしょうか。実際まあ手で触った感じもぬるま湯って感じですね。で漬けていきまして、ここにハイターをちょっと投入していきます。で今回、使っていくハイターがですね、こちらのいわゆるザハイターですね。シミ黄ばみも真っ白にって表面に書いてますけど、このハイターです。ドラッグストアで140円ちょっとぐらいでした。以上ですね、漬け置きの場合で、1リットルの水に10ml、キャップ半分弱ぐらいっていうペースみたいです。で今入ってるちょっとリッターがですね、見当もちょっとつかないので、手探りと大体の目分量でいってみたいなと思います。まあ30リットルもないぐらいなんですかね。ってことは15杯ぐらいか、15杯の半分分、15キャップ半分を15回に分けて投入してみました。で推奨が約30分って書いてますね。2時間以内であれば OK と。ってことでちょっと時間を置いてみたいと思います。じゃあですね、結果の方を見ていきたいと思います。実は時間が経って次の日になってます。最初30分ぐらいでいこうかなと思ってたんですけど、2時間ぐらいやってみてようやく変化があったっていう感じです。で早速まあデニム自体はこんな感じの色になっていまして、まあ思ったよりも落ちなかったんですよ。ちょっと全体図は写真で見ていきたいなと思うんですけども、まあパッと見色落ちてるなとは分かりますけど、そんなにねブリーチしたなっていう感じではないですよね。もっとケミカルウォッシュみたいになるのかなと思ってたんですけど、意外と控えめでした。で実はですね、このタイミングで脱色する少し前に一回試しでやってみたんですけど、その時は失敗したんですよね。全く色が落ちずに終わって、でやり方が悪かったのかなと思ったんですけど、今回もそんなに落ちてないっていうことは、今回かなり漬け込んで2時間漬け込んだのに落ちてないってことは、ユニクロのジーンズがもしかしたら結構色落ちしづらいのかなっていう感じだと思いますね。これぬるま湯だいたい35度から40度ぐらいので、2時間漬け込んでました。最終的にまあ様子見ながらでしたけど、ハイター1本丸々入れたんですね。自分で、まあ、手で触りながら揉みながらとかいろいろやってみたんですけど、それでこの色落ちなので、思ってたよりは落ちなかったっていう、そういうまあ結果でございました。まあ、この後試しに履いてみたいと思うんですが、履いたらまた変わりますかね。ちょっと履いてみたいと思います。ちょっと今日はお天気なので光の具合が微妙なんですけど、伝わりますかね。いい感じにダメージの部分も出てたりしてて、ユニクロのデニムはね、3ヶ月履き込んだ企画の中でかなり色落ちしてる部分があったので、まあ、そこから追撃のブリーチだったんですけど、思ったよりは落ちなかったけど、まあいい感じの色には仕上がってるかなと思います。まあ、ここから自分で履いていって、夏頃には仕上がるイメージなんじゃないでしょうか。まあ素足で履きたいですけどね。でまあ、このデニムの最初の状態は、最初の状態と履き込んだ状態での色落ちは別の動画でお見せできればと思うんで、まあ、概要欄と、まあ、この画面からも飛べるように設定をしておきます。はい、それではですね、まとめの方に入っていきたいと思います。まあ、今回ユニクロのですね、このジーンズ3
リムフィットの、まあ、ストレッチ、入りのジーンズですね。で、セルビッチジーンズと、ハイターでの脱色にちょっとチャレンジしていきましたけど、まあ、思ったより色落ちしなかったっていう結論ですね。まあ、ユニクロのおそらくその色落ち防止技術がすごいんだと思うんですけども、想像の、遥か上を行っておりました。まあ、履き込んでいく楽しみでね、あの色落ちは今後も進めていければなと思うんですけども、結果としてはそんな感じでした。はい、動画の内容は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。